今日も嵐を呼ぶ開拓をしていこう。今回も引き続き、私たちの提督としての資質が試されるぜ。お前たち、今回が最後の試験だ。提督たるもの、入植者の士気には常に気を配る必要がある。士気が低い住民は入植地を去り、高い住民は入植地に名声をもたらしてくれる。住民たちの士気を常に高く保つようにすればいいんだね。調理された食事、嗜好品、公共サービス、住居、こうしたものが住民の士気を高めてくれる。だが注意点が一つある。士気を上げるものは、種族によって微妙に異なるということだ。例えば人間とリザードマンは干し肉が好きだが、ビーバーはそれを好まない。それゆえに一つの食品や嗜好品で入植者全員の士気を上げるのは不可能と思え。いろんな種族を抱えるのも大変だ。可能な限りいろんなサービスを提供すればいいわけだな。今回の課題は住民の士気を上げることだ。エールを作って、それを酒場で振る舞ってもらおうか。私もエールが飲みたいから頑張るとするか。指令に沿っていけば目標を達成できるようになっている。あとはお前たちの行動次第だ。それではお手並み拝見だ。それじゃさっさと酒作りといきますか。まずは原料となる穀物を生産しないとな。草が異常に生い茂っている場所は肥沃な土地といって、そこで農業ができるみたいだな。あと、農作は雨季に作付けをして、乾季に収穫という流れみたいだ。待っているだけで収穫できるなら、難しいことは何もないね。それじゃさっさと始めるか。まずは肥沃な土地を畑にしていくよ。だが畑を作るだけじゃ栽培はできない。畑仕事をさせるための作業員が必要だぜ。カラスのおっさんが農園の設計図を用意してくれているから、こいつを畑の隣に立てて畑仕事ができるようにするぜ。工期も進んでいるようだし、早速農園を建てようか。農園の周りに白い枠が出ているが、その中に畑を収めないと農作をしてくれないようだな。木が邪魔できっちりと畑が収まる場所に農園が置けないよ。まずは木こりのキャンプを建てて、邪魔な木を伐採することにしよう。うむ、冷静な判断だと思うぜ。森林破壊は気持ちいいぞい。これでぴったりの場所に農園を建てられるようになったかな。ちょっとはみ出てる畑があるけど、これが限界だろうね。それじゃここに農園の建設指示を出しておくぜ。農園がでけた。農園では野菜と穀物の栽培が可能だぜ。なんか星マークが出てるね。星マークは適正だな。この世界の施設は複数の物資を生産するものが多い。前回の荒川工場も3個の加工品を生産できたね。施設は全ての物資を同じように生産するのではなく、生産が得意なものと不得意なものがあるんだ。その得意不得意が星で表されているんだ。星が多ければ多いほど、その物資を生産するのが得意と覚えておけばいい。種族に得て増えてがあるのと同じで、施設にも得て増えてがあるのか。ま、今は特に気にすることなく、どんどん指令を進めていこう。次の指令は木こりのキャンプ2軒と、シェルター2軒の建設だね。難しいことは何もないな。シェルターの設計図ももらったことだしさっさと片付けよう。あ、農業が始まっているよ。って、なんか枯れてる株があるんですけど。その茶色いのは穀物だぜ。苗木の時から葉が茶色いのか。この世界の穀物はそうなんだろうよ。とにかく、作付けは順調に進んでいるみたいだね。あとは換気まで待てば作物が収穫できるようになるぜ。じゃあ農園の方はあとは作業員たちに任せよう。木こりのキャンプとシェルターを建て終わったよ。それじゃ報酬と名声をいただこうかね。それで次の指令は、肉の在庫を5個にしろって内容だよ。肉は漁師のキャンプを使って集めることができるぜ。漁師のキャンプの設計図をもらって、建設を始めようか。でも、漁師はどうやって肉を集めるんだろう？ここら辺には動物はいないよ。肉なら畑の隣に見えているだろう？え？ほら、そこにスリップシェルという生物がいるだろ。それが肉になるぜ。え？いや、これどっからどう見てもカタツムリじゃないの。ベアニキならこれも貴重なタンパク源ですって言ってそのまま食べるだろうよ。それからブバーって吐き出すまでがセットでしょ。とにかく肉はスリップシェルから集めるしかない。漁師のキャンプを建てるぞ。あ、ちょうど作物が収穫時期を迎えたね。農業は恒久的に食料を生産する手段だ。生産量は限られるが、うまく使って住民たちの糧としていこう。そして畑の隣では漁師のキャンプが完成したよ。これでスリップシェルから肉が取れるようになるぜ。ここの従業員は当然リザードマンにするぜ。リザードマンは肉関係の仕事が得意だったね。
早速スリップシェルのところに向かっているぜ。これで肉の在庫が増えていくね。あとは待っておけば第3の指令は完了だ。そして指令を完了させたものがこちらになるぜ。3分クッキングかな？それで次の指令だが、燻製所を作って干し肉を作れと言ってきてるな。干し肉ということは食材の調理か。調理された食材も住民の士気を上げる資源だ。今後のためにもしっかりと指令をこなしていこう。それじゃあ燻製所の設計図をいただこう。早速建設したいけど、使える土地がほとんどないな。まあまだここの開拓は始まったばかりだからな。森が開けていないのは仕方ない。ここにちょうど収まってくれるスペースがあったから燻製所を建てることにしよう。燻製所ができるのを待っている間も、新しい空き地がどんどん発見されているぜ。ここは小さな空き地密秘でだけど、何かいいものはないかな？むむ？ここになんか岩っぽい資源があるねー。それはワームタンの巣だな。フームタン？アニメカービィのカオスカイじゃねえよ。この中にミミズみたいな虫が住みついているんだよ。まさかそれを食べると？これも貴重なタンパク源。あ、よく見たら燻製所がもう完成していたや。燻製所では干し肉の他に陶器と香料も生産できるぜ。まあ干し肉に比べるとその生産力はだいぶ劣るがな。火を焚くからついでに作れるよって感じか。従業員を選択したことだし、早速干し肉作りをしよう。干し肉の材料は虫と木材か。けど、虫は採集していないよ。そういう時は使用する材料を変えてやればいい。このように素材を選ぶと代替品が出てくる。ここで肉を選べば、虫の他に肉も原料に使えるようになるぜ。複数の資源を原料にできるのは助かるね。あとは燻製ができるまでじっくりと待つとするか。干し肉を指定された数生産することができたぜ。これで4つ目の指令も完了したよ。次の指令はいよいよエール作りだぜ。新しく醸造所の設計図を渡されたから、これを使ってエールを生産していくよ。醸造所では他に漬物と梱包された作物も生産できるみたいだが、この2つは今回は関係ないから気に留めなくてもいいな。それじゃ建設しよう、と思ったけど土地を全然切り開けていなくて、醸造所を建てられる場所がないよ。キツキツだが配置できる場所もあるが？あんまりグーグーにすると見た目が悪くなっちゃうでしょ。まあ、女王の怒りは底辺をさまよっているから急ぐことはない。霊夢の好きにするといいさ。木を切り倒して、燻製屋の隣に醸造所を建設するよ。これであとは待つだけだね。お、霊夢、住民たちの士気を見てみろ。干し肉を作ったから、人間とリザードマンの士気が上昇しているぜ。最初の士気はどれくらいだったっけ？人間は16、リザードマンは8だな。これは大幅アップだ。住居と調理された食事を用意するだけでも目に見えて士気が上昇するんだな。これで嗜好品も揃えれば住民たちも文句なしでしょ。ああ、早くエールを製造しようか。醸造所が完成。あとは作業員を配置するだけだな。エール作りには穀物と、エールを保存する容器が必要みたい。容器には陶器、樽、皮袋の3種類があるぜ。さっき報酬で大量の樽を手に入れたから、容器にはそれを使おう。エール作りが始まったことで指令を達成したよ。今回はすこぶる順調に指令を達成しているな。まあ前回で勝手がだいぶ分かったからね。それで次の指令は酒場を建設して住民たちにエールを提供することだ。うん、エールはみんなが勝手に飲むんじゃないの？確かに食料は、みんなかがり火の前で食べているが、エールのような嗜好品はしかるべき提供場所を用意してやらないと倉庫の肥やしになるだけだぜ。つまり嗜好品を提供するには、原料を生産して、それを加工して、さらに専用の施設で提供しないとダメというわけか。1時から3時産業まできちんと作らないとな。それじゃエールを提供するために酒場を作るよ。あ、酒場を建てるのに、生地が2個足りないぜ。雨を採集して荒加工場で生地を生産しようか。あ、危険な空き地と道が繋がったよ。なんか踊り狂ってるアッサムみたいなのがいるな。これは溢れ出す大鍋というらしいね。10分経つと鍋の中身をぶちまけて、農作物を枯らし、住民たちの士気をろく下げるらしい。調査をすることでこの大鍋の脅威は取り除けるが、調査中は食料生産が60減少するようだ。これまでの調査では調査用の資材を消費したけど、この大鍋には必要ないみたいだね。資源を消費するのではなく、デバフを受けることで完了させられる調査もあるみたいだな。まあデバフが発生するのは調査中だけみたいだし、資源を消費する調査よりはやりやすいね。
それと大鍋の近くに石碑みたいなのがあるね。奇跡の石板後って名前らしい。石板にはこう書かれている。今日は、雨は降っても溢れることはない。大地がこの永遠の呪いをすべて吸い尽くしたように。どういうことだ木林？雨は気にするなってことかな？まあ石板1から4を見れば内容の解像度も上がるかもね。今は石板の内容は気にせずに行こう。その後、大鍋の調査は無事に終了したよ。報酬としていくらかの物資も手に入ったぜ。これくらいの危険なら私たちの脅威じゃないね。危険な空き地といっても危険度はピンキリみたいだから、危険度の低い空き地が出てくるのを祈っておこう。建材が揃ったから酒場の建設が始まっていたよ。これで住民たちにエールを提供できるようになったな。それと、酒場にはグリーマンの物語というパッシブ効果がある。何さそれ？従業員を3人雇えば、住民全員の士気が3上がるんだぜ。条件に対して効果が強力だ。これでエールの供給も始まるから、コロニー全体の士気もかなり高まるだろうな。そしてとうとう士気の高まりによって、コロニーの名声が自動で増えるようになったよ。1分ごとに 0.22 の名声が得られるようになったぜ。そしてこれで何が起こるかというと、酒場の指令をクリアしたと同時に名声がマックスに。は？課題が終わったよ。指揮が得られた名声があるから、指令をすべてクリアしなくてもコロニーが完成したんだな。そして提督としてのレベルがアップ。新しく建てられる建築物や使える要石が増えたぜ。お、ということは次の開拓がちょっと楽になりそうだね。どんどんレベルを上げていって、最高の提督を目指そうぜ。お前たち、ご苦労だった。あ、カラスのおっさん。お前たちに提督としての資質が十分備わっていることが分かった。これからは女王の臣民のために明るい未来を築いていくのだ。具体的には何をすればいいのさ？コロニーを完成させたことで食料が手に入ったであろう。その食料を臣民がスムスモダリングしてに収めるのだ。食料を収めるほどスモダリングしては活気を取り戻し、人として発展していく。試しにスモダリングしてに向かい、黒曜石の書庫を建てると良い。ここがスモダリングして？ポツンと城があるだけだな。ここを発展させていく必要があるのか。お、ここでスモダリングしてを開発していくことができるみたいだな。いろいろあるねー。まるで研究ツリーだ。カラスのおっさんに言われた通り、黒曜石の書庫とやらを作ってみようぜ。これだね。食料10個で解放できるみたいだ。これを解放すると女王の怒りの増加速度が 2% 減少するみたいだぜ。シテを発展させていくと、私たちの開拓に役立つ効果も得られるのか。あと他に指定された実績を達成すれば、経験値や装飾品がもらえるらしいな。ほう、随分手厚いサポートが整っているね。これは活用させてもらおう。黒曜石の書庫もできたし、もうシテには用はないな。カラスのおっさんのところに戻ろうか。黒曜石の書庫を作ったようだな。それでは最後に、お前たちにブライトストームの脅威を見てもらおう。え？この止まない雨がブライトストームじゃないの？ブライトストームはこんな生優しいものではない。ブライトストームには真の姿を表す時期があり、その時になると、コロニーを破棄して入植者を全員スモダリングしてに引き上げさせる必要がある。え？今がその時期だ。ブライトストームが世界をどう変えるか、その目で解くと見るといい。お、なんだなんだ？一体何が起こるのさ？うわぁ、スモダリングして以外の大地が嵐に飲み込まれたよ。私たちの作ったコロニーが消えてなくなったんだぜ。これがブライトストームの脅威だ。築き上げた町も時間が来れば全てなくなる。せっかく頑張って作ったのに。跡形もなく破壊されると分かっていても、我々は食料を得るために大地を開拓しないといかんのだ。さあ、お前たちはもう正式な提督だ。あとはこの広大な世界を自由に開拓していけ。女王陛下とその臣民のために。さて、ここからが本番というわけだな。これからはこの広大な世界を自由に開拓していけるのか。ま、課題でやった開拓とは勝手が違ってくるだろうが、頑張るとするか。今回はここまで。本格的な開拓は次回からだね。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。